なんだ？うわっ！大成功！いや、はじめましてだね、少年。いや、名前は知ってるけど、なんとなく気分で。てなわけで、USTA 本部からこんにちは！あたしはウェルチちゃん。ご覧の通り、ちょっぴしシャイな女の子さ。君たちを地球からサポートするからね。てなわけで、よろしく！ウェイ！はあ、どうしたエッジ？何をポカーンとしてるんだい？あ、呼び捨てでいい？いいよね、決めた！ああ、なんだよ、煮え切らないな。目つぶししちゃうぞ、届かないけど。えい！えい！ああ、ちょっと各機には本部からサポートがつくとは聞いていたけど、まさか僕たちの担当が…へへ、こんな美人なお姉さんでびっくりしたか。まあ、改めてよろしく。地獄の底までついてくぜ。いや、旅立ち前にそんな不吉なことを言われても…大丈夫。最初の目的地の惑星エイオスだっけ？危険な大型生物は確認されてないって、事前に飛んでった無人探査艇の調べで分かってるし。だからば、当たって砕けろ！本当にサポートする気があるんですか？ああ、敬語とか使わなくていいよ。長い付き合いになるし、気楽に行っちゃおう。あ、君に通信だ。てなわけで、ラブトークは中断。じゃ、また後でよろしく。よ、エッジ。また大成功。
エッジ、急に通信切るなんてひどいぞ。この回線はカルナス船長席ではございません。それとも平隊員に何かご用ですか？ SRF スペースシップ1号機アキュラ、クロー F アルメディオ船長。従順な隊員の振りなんて似合わないぞエッジ。それよりお前出航式サボっただろ。いいだろう、クローには関係ないし。レイミが怒っていたぞ。お前は時々本当に困ったちゃんだよな。ほっとけ。あんまりレイミを困らせるなよ。君たち二人が喧嘩するとお兄さんは悲しい。別に喧嘩なんかしてない。あとその泣き真似はやめろ、妙にムカつくから。はいはい。なあエッジ、俺が船長になったことそんなに気に入らないのか？そんなことないさ。クローが船長に選ばれたのは当然のことだと思う。ただまたお前との差が開いたからさ。まったく、スクールやアカデミーの頃からお前は全然変わらないな。お前が思うほど俺たちに差なんかないぜ。だからそう急ぐなよ。もう切るぞ。待てって。お前も分かってるだろう。俺たち SRF の役割がどれほど重大か。船長だろうとなかろうと責任の重さに変わりはない。俺もお前と同じだ。これでも結構緊張してるんだぞ。クローが緊張か。明日は流星雨でも降りそうだ。ちゃかすなよ。まあだ、つまりあれだ、お互い頑張ろうぜ。ああ、そうだ。よし、言いたかったのはそれだけだ。そろそろ時間だ。ボンペアです。何いつも一緒じゃん。いつまでも咲くのは。それじゃ、一丁頑張るとしますか。初任に配置についてるな。 SRF スペースシップ3号機カルナス、これより発進準備に入る。了解。十分に積んだはずだ。落ち着いて今まで通りにやれば問題ない。今こそ新たな一歩を踏み出した。人類の命運を担って未知の宇宙に飛び出す勇敢なる開拓者たち、君たちの航海の無事を祈る。
ワープアウトまで120秒。重力バランスおよび機体ともに異常ありません。松陰、ワープアウトに備えよう。いよいよ栄養星到着か。最初の一歩を踏みしめるのは絶対僕だ。エッジってば本当に子供みたい。初めの一歩は男にとっての勲章なんだ。エッジ、ワープアウト後の機体制御には気をつけてね。ナチュラルにスルーするなよ。重力バレーダーに反応あり。隕石と思われる物体が当船団の予定進路を通過します。ですが距離からして重力波の干渉は確認できません。隕石。未確認物体通過したようです。重力場にわずかな振幅が発生しています。重力場に影響するほどの隕石っておかしくない？ああ。カルナス、ワープアウトに入ります。ワープアウトまであと10秒。9、8、7、6。なんだ、どうなっている？状況を報告しろ。ワームホール内の空間に揺らぎが発生、異常な重力波が広がってきます。その影響で亜空間航行トレーサーに誤差。ダメです、回避できません。偽船長、重力波がワームホール内に干渉してきます。それにより予定アウトポイントが消失。このままでは航行座標を見失います。他の4隻はどうだった？わかりません、亜空間内では確認できません。不時着したのか。ここはどこだ？Thank you.
かりしろ、レイミ。エッチ。みんな無事で何よりだ。深刻な負傷者が出なかったことは不幸中の幸いだろう。早速だが、今後の方針を通達する。船体の損傷が激しく、カルナスの状況は極めて深刻です。ですが、データを照合した結果、ここが惑星エイオスであることは間違いないと判明しました。俺たちの目的地だ。先を続けてくれ。不時着したのは我々だけではありません。共にワープ以上に遭遇したと思われる残りの船も確認しました。これがカルナス、バレーナとダンデリオン、そしてエレーミアです。まずはバレーナとダンデリオンのクルーと合流。その上で体制を立て直し、地球の USTA 本部からの指示を仰ぐ。何か質問は？船長、アキュラはどうなっているんでしょうか？アキュラも我々同様に緊急ワープアウトを行ったようですが、現在のところその消息は不明です。アキュラについては以上だ。気にはなるが、今の我々ではどうしようもない。できることをやるしかないのだ。修理班は亜空間通信機能の回復を急務としてほしい。連絡手段が復活しないことにはどうにもならない。可能な限り修理を急がせてくれ。了解。マーベリック君。はい。君にはカルナス周辺の安全確認と調査に当たってもらう。了解。Thank you.
カルナス、よく頑張ってくれたな。うん。クロウさんも大丈夫だよね。ああ。あいつがそう簡単にくたばる玉か？そうね。きっと無事よね。それより状況はどんな感じだった？無人探査艇の事前報告の通りよ。この大陸の環境は人類の居住に何ら問題なし。シダやソテツといった原始裸子植物が多く、気候は亜熱帯風で、地球で言えば、うん、ジュラ紀っぽい感じかな。ジュラ紀ね。恐竜とかいたりしないよな。まさか。探査報告では大型生物の存在は確認されていないわ。レイミ！なんなのこれ。虫なのか。嘘。なるほど、無敵ってわけじゃなさそうだ。だとしたらやれるか。
なあ、いつまで怒ってるんだよ。エチのバカ、無茶しないでって言ったのに、絶対許さないんだから。ですから、先ほどから申し上げている。あのような危険極まる生物がいるとは聞いていない。移住環境に関する安全の確保と脅威の排除、それもまた SRF の任務のはずだろう。この上は軍に協力を要請し武装を強化する他には。バカを言うな。今さら連中にシャシャリ出られてたまるものか。人が死んでるんだぞエッチ。我々に必要なのは結果だ。危険も犠牲も一つの過程に過ぎん。まして君たちの泣き言に耳を貸す暇などないのだよ。とはいえ、口先だけの非常な情感と思われるのも心外だからな。すでに彼らとコンタクトを取っている。彼らというと、もしや直近に彼らの救援を受けられるだろう。それまでは現行通り SRF としての任務を遂行せよ。以上だ。彼らって誰のことだろう。さあ、その件に関しては追って説明しよう。それよりもご苦労だったマーベリック君。あの生物を相手に軽傷で済んだものは君だけだ。いえ、運が良かっただけです。ところで他の船とは連絡がついたんですか。残念ながらアキラとは未だ音信不通だ。あの、同じ惑星上にいるはずのエレーミアは？先ほどエレーミアの機体識別信号そのものが消失した。消失って、そんな。そうと決めるのはまだ早い。だが最悪の事態も考えられる。まずエレーミアの現状を把握しなければならん。マーベリック君、君にエレーミアの調査を頼みたい。僕ですか。間違いなく危険な任務になることだろうが。エッジ。了解。エッジマーベリック、エレーミア調査の任につきます。あんな危険な命令なんで簡単に受けちゃったの。しかも一人で行こうだなんて、そんなのただ無謀なだけじゃない。孤立している仲間を放ってはおけないよ。じゃ、そろそろ行くよ。そうね。ああ、で、なんでレイミがついてくるんだよ。私も行くからよ。もちろんグラフトン船長の許可は取ったわ。なんだよそれ、自分で危険だって言っておいて。だからついていくの。エッジは一人だと無茶するし。そんなことはちょっとあるかも。絶対許さないって言ったでしょ。けどさっきの虫と戦うことになったらどうすんのさ。これさえあれば足手まといにはならないわ。それで急所を狙うってわけか。そういや弓はトップクラスだったよな。頼りにしてるよ相棒。そうこなくちゃ。エレーミアの方角だ。行きましょう。